ました、はい、でも中国で有名なお坊さんは三蔵法師です。あ、西遊記、日本でもすごい有名ですよ。読んだことありますね。はい、見ましたこと、見ました。歩きながらピアノを弾ける、それ光ってるっていう、すごいですね、こういうの。色も変わりますよね。すごい、うん。唐の時代有名な詩人李白も漢詩作りました。はい、あ、また有名な博楽天、うん、ね、高いよ。え、あれは馬か、馬乗っています。最初なんかイノシシかと思ってすごい巨大馬乗って、あの戦う様子です。綺麗、はい、なところですね。そうですね。こちらはどういう場所なんですか？今西安で女の子はこんなシルクの着物を着て、あの街で観光で流行っています。あ、なるほど。楊貴妃、中国有名な美 人、はい、美人ですね。美人になりたいですね、うんうん、すごい。小さなアクセサリーとかもあるんですね。そう、こういう部屋に飾ります。はいはいはい、ほうほうほう、いろいろありますね。そうですね。これ、あ、男性用ですか？男性用です。すごい。やってみましょうか。あ、と、どうですか？かっこいい。あ、すごい。すごい綺麗ですね。うん。なんか王様になった。女性ですよ。あ、そうなんですね。彼女は中国で唯一女性皇帝、はい、側殿武后。あ、あの有名な側殿武后。側殿武后の孫さんの奥様、誰が知っていますか？はい、え、誰ですか？中国有名で美人、楊貴妃。へえ、あの楊貴妃。へえ、そんなつながりがあったんですね。そうですよ。へえ、すごい。そうですね、もうこんなに綺麗な場所ないなって、本当に今までの人生で一番もうゴージャスで綺麗な場所なんで、まあ、ぜひともいろんな、ね、日本の方々に来て、まあ、遊んで食べて、ね、こういろいろ体験してもらえたらいいなって思います。はい、うん、ぜひ日本の方、はい、いらっしゃって、皆さんいらっしゃってください。